推定に響く声は、イギリスの SF ドラマ、プライミーバルの第2章第4話。イギリスでは、ITV1 で2008年2月2日に初、放送された。カナリーワーフで発生した亀裂から、水性生物が現代に侵入し、調査チームが行方不明者と生物を捜索する間、メンバーの一人であるアビーが、生物の間の手にかかる。バスケットボールをしていた少年ルシアンが行方不明に、 なり、コート周辺のマンホールが不自然に開いていた。マンホールの中に潜入したニックとスティーブンは未知の生物の声を耳にし、その生物が運河の方へ移動した波紋を目撃する。運河での夜間捜索ではジェニーが水生生物に襲われるが、スティーブンが駆けつけて生物を射殺し、その遺体を亀裂調査センターへ持ち帰ることとなる。同時に、 アビーとコナーは未知の生物の川を発見しており、ニックも川に別の存在の気配を感じ取る。一方で、アビーの家に上がり込むようになったキャロラインに、アビーは不信感を抱き、彼女を家に連れ込んだコナーとの仲が険悪になっていく。極めつけに、アビーとコナーの不在中に、レックスが冷蔵庫に閉じ込められてひどく衰弱していた、ことから、 台所を出入りしていたキャロラインに対してアビーは、激怒し、彼女を家から追放するとともにコナーと仲違いする。ジェニーを襲った未来のサメの解剖の結果ルシアンの遺体は発見されず、アビーが発見した川と下水道の声から、ニックは未知の哺乳類が真犯人であると判断する。一方で、真犯人を別個体のサメであると考えるスティーブンと見解が割れ、ニックは、 スティーブンと別行動で調査を行うことにする。途中で姿を目撃したショッピングモールの清掃員に殴打された際に運河で聞こえる生物の声に気づいた彼は声を再生して生物をおびき寄せることにする。この調査の途中でアビーが生物に連れ去られその責任を追求されたニックは解雇されスティーブンが現場の指揮を取ることになる。 アビーが襲われる原因を作ったニックに対しコナーは怒りを向けてレスターから自宅待機を命じられるがジェニーの情報提供をもとに生物を探すニックの説得を受けニックと合流して地上で生物を捜索する亀裂を探知した二人が謎の浸水被害に苦しんでいる建物に向かうとそこでルシアンと アビーが生物に確保されていた。二人はルシアンの救出に成功するが、アビーは生物によって再び別の場所へ連れ去られてしまう。生物の正体は、飛脚類のように水性適応を果たした霊長類の子孫であると判明する。ニックとルシアン、そして現場に追いついたスティーブンは、建物の霊長類の鎮圧に成功するが、アビーは未来世界に突入してしまい。 彼女を救うべく、コナーも未来に足を踏み入れる。霊長類の群れのボス個体がアビーに迫る中、コナーは応援にやってきたニックの力を借りて、彼女を崖の上に引きずり上げ、ニックとスティーブンがボス個体を射殺して事態を収束させる。建物は亀裂の状態が不安定な場所にあり、センターはコンクリートの埋め立てによる問題解決を検討する。 スティーブンが自らの判断ミスを認め、アビーとコナーはキャロラインを再び家に迎えながらも、良好な関係に落ち着くが、物語が完全に明るい結末を迎えたとは言えない。終盤では、ニックが目撃した清掃員はリークの命令で動いていること、そしてリークとヘレンに繋がりがあることが示唆される。日本語吹き替え声優は、左から NHK 放送版。 DVD 版の順。イギリスでは、ITV1 で2008年2月2日に、ドイツでは、デアコンをという題で2008年4月28日に、プロジーベンにて、アメリカ合衆国では2008年10月11日に、BBC アメリカにて放送された。日本では2009年9月17日に午後6時から、NHK デジタル衛星ハイビジョン、午後8時から、 NHK 総合で放送された。後に、第3章が日本に上陸する直前には、2010年6月13日に午前10時50分から再放送された。ウェブサイト、ザ・サイハイ・オンラインのポール・シンプソンは、推定に響く声を10点満点中9点と評価した。シンプソンは、生物やアクションシーンを褒めた以上に、キャラクター同士の相互作用に着目した。 彼は、ニックとコナーの置かれている境遇が第一章から変化していることを指摘し、鳩場での言い争いなど、以前のシリーズにはなかった彼らの描写を生々しいと称賛した。また、彼は、リークの陰謀については特に驚くことではないと、しつつも、第一章第六は、未知なる獣でのクローディアの消失に、新たなひねりが加えられていると評価した。全体を通して彼は、本作が、 プライミーバル史上最高のエピソードだと絶賛した。ありがとうございます。